ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最強の動物って言ったら何をイメージする？やっぱり、ライオンとか、カバとかかな。確かに、強そうな感じがするね。ライオンは百獣の王って呼ばれるくらいだしね。カバの皮膚は硬くて何も効かないみたいなのは聞いたことがあるよ。ただ、そんな最強ってのも時代によって変わるんだ。太古の地球にはカバもライオンも、もちろん人間もいない。恐竜だったらティラノサウルスかな。もっと昔に遡れば恐竜すらいない時代もあるんだ。例えば、カンブリア紀とかだな。カンブリア？聞いたことないよ。じゃあ、今回はカンブリア紀と王者アノマロカリスについて解説していくよ。それでは、ゆっくりしていってね。ということでまずはカンブリア紀についてだよ。カンブリア紀ってのは一つの時代の名前なんだ。昭和とか平成みたいなものなのかな。昭和や平成も時代の名前だけど期間が違いすぎるな。カンブリア紀ってのは、約5億4100万年前から4億8500万年前までの時代だよ。だいたい6000万年間だね。すごい昔のことなんだな。カンブリア紀ってのは地質時代の区分なんだ。その中でも生物がいる時代の中ではかなり古い方なんだ。カンブリア紀の頃は地球の状況が今と全然違うと考えられているよ。例えば、北半球にはほとんど陸地がないよ。今だと北半球の方が陸地が多いよね。そうだね、これは大陸が移動しているからなんだ。大陸移動説は聞いたことがあるんだぜ。そう、その大陸移動によって地形が今と違うんだ。大陸は地球の表面を覆っている岩盤であるプレートが動いたりすることで、少しずつ動くと考えられているんだ。少しずつでもすごく昔だから今と全然違うんだね。その通りだよ、ただ違うのは地形だけじゃないんだ。その頃の地球は酸素があまりなかったり温度が低かったと考えられているんだよ。まるで別の惑星の話をしているみたいなんだぜ。そうかもね。そして、そんな時代にも生物はいたんだよ。その時の最強生物がアノマロカリスだよ。変わった見た目なんだね。カンブリア紀の生物は、遥か昔の生物だから変わった見た目のものが多いんだ。ちなみにアノマロカリスは奇妙なエビという意味の、ラテン語とギリシャ語の組み合わせだよ。エビ？そんな風には見えないよ。この奇妙なエビという名前にはちょっとした話があるんだ。アノマロカリスの化石は最初の頃は触手の部分だけで見つかることが多かったんだ。この触手がエビの胴体部分に見えたんだね。頭がないエビってことだね。そうだね、ここだけが化石として見つかってエビだと思われたんだ。でもいつも頭がないから奇妙なエビなんだね。その後、アノマロカリスの胴体も化石で見つかるんだ。でも胴体だけではナマコの仲間だと思われてしまうんだ。触手の部分とは別に見つかったから同じ生き物だと思われなかったんだね。他にも口の部分だけが発掘されて今度はクラゲに思われたりしてしまうんだ。いろんな生き物が出てきちゃってるな。それでも今まで部分ごとに見つかることの多かったアノマロカリスの化石が、ようやく全身で見つかることで今の復元図にたどり着くんだ。なかなか簡単にはいかなかったんだな。今の復元図になる前にはいろんな復元図が考えられたんだよ。それと、実はアノマロカリスって言っても一種類じゃないんだ。似た仲間が何種類かいるんだ。クワガタって言ってもヒラタとかノコギリがいるような感じかな。そうだね、そのアノマロカリスの中でもこの動画ではアノマロカリスカナデンシスを扱うよ。カナデンシスはアノマロカリスの中でも一番有名だと思うよ。大クワガタってことなんだぜ。そんなアノマロカリスカナデンシスだけどカンブリア紀の海の支配者だったんだ。アノマロカリスは海にいたの？カンブリア紀は生物の歴史でもかなり最初の方だったよね。だから生物はまだ海にしかいなかったんだ。そしてアノマロカリスはこの時代を代表する肉食動物だよ。肉食動物ってことは他の生き物を食べていたの？そうだよ、エビの部分の触手を使っていたと考えられているね。触手で捕まえるような感じだね。でもここで昔の生き物の難しさがあるんだ。基本的に恐竜みたいな昔の生き物は大部分の情報を化石に依存している。それで、以前は三葉虫という節足動物などを捕食したりしていたと考えられたんだ。何か、証拠みたいなのはあったの？三葉虫の化石はいっぱい見つかるんだけど一部の化石は何かに襲われたように欠けていたんだ。そして、その欠けた跡がアノマロカリスの口の形と一致するという論文も出たんだ。じゃあ、アノマロカリスは三葉虫を食べてたんだね。でも話はそう簡単にはいかないんだ。三葉虫は画像のように殻みたいなのを持ってるんだ。そしてこの殻は今のアサリとかの貝類と同じような硬さだったと推定されているんだ。結構硬かったんだね。ここで一つ疑問が出たんだ。アノマロカリスはこんなに硬いのを噛み砕けたのか？ということだね。それで実際に当時のアノマロカリスの口の強度や開閉する力を推定するとそれは無理だったんじゃないかという論文も出たんだ。じゃあ、あの化石は何だったの？節足動物は体を大きくするために脱皮をするんだ。そして脱皮した後は体が完全ではないから普段より柔らかいんだよ。だからあの化石は脱皮した後アノマロカリスが襲ったんじゃないかと考えられたんだ。それだとあまり最強って感じはしないんだぜ。いや、それでもアノマロカリスは最強だったと思うよ。まず一番の理由は大きさだね。
アノマロカリスカナデンシスの全長は50センチから100センチと考えられているよ。範囲が大きいのは文献や研究者によって変わってしまうからだから許してね。それに対してカンブリア紀の他の生物は今よりも小型で、7、8割の種類は全長が10センチにも満たないんだ。アノマロカリスだけ大きいんだね。5センチぐらいの生き物が1メートル級の生き物にまともに戦ったら勝ち目はないだろうね。今だったらオークワガタがドーベルマンと戦うようなものかもね。絶対に勝てないな。それに加えて泳ぐのも早かったかもしれないんだ。この大きさでしかも横にはヒレをいっぱい持ってるからね。他にもメガ自由自在に動かせたかもしれないし、触手も考えられているよりも強力な武器だったかもしれないんだ。やっぱりカンブリア紀の最強生物だね。ただ忘れてはいけないのはカンブリア紀の生物はまだまだわからないことがたくさんってことだよ。アノマロカリスの復元図も新しい化石、学説が出るごとに変化しているからね。アノマロカリスカナデンシスを超える最強生物も現れるかもしれないよ。また新しい発見が楽しみなんだぜ。ということで今回はここまでだよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。カンブリア紀は他の生き物も解説したいな。その前にやることがあるけどな。